あ、そうですね、うん、何本ぐらい送って泊まりました？あまずスネが高澤さんですね、うん、他のお客さんがここで注文して日本の、うん、あの送ろうとしたらここの運送会社から言われて、あこっちの運送会社から、はいはい、あそういうパターンもあるんだ、うん、だから日本で通関ができないって言われて、